世界ランキング1位の高校生、安楽空と、空とイコール17、が9日の男子複合決勝で145.4点をマークし、銀メダルを獲得した。この競技で日本男子初のメダル獲得となったが、試合後は3位以内に入れたことは嬉しいけど、金を狙って準決勝から集中してこなしてきた。今まで一生懸命やってきたけど、 普通に悔しい、と複雑な表情を見せた。父の付き添いで、小学2年時に近所のジムに通ったことが競技との出会い。小学生時代に指導した勝井武さん、53、が日韓現代にこう明かす。空とは毎日のようにジムに顔を出し、他の生徒がいても関係なく、我先にと壁を登っていました。 あまりに熱中しすぎて独占しちゃうから、みんなで順番に登ろうね、と諭したほど、熱意が他の子よりすごかった。負けず嫌いで、登れないと悔しくて大泣きすることも多かった、勝井さんの指導は、主に屋外の岩場でのクライミング、だという。区内の施設より壁の傾斜がきつかったり、持ちにくいホールドで練習をしていたので、 指の力や保持力はついたでしょうね、と証言する。普通は身長と両腕を伸ばしたリーチは同程度だが、安楽は身長170センチを大きく上回る180センチ長だ。小学校高学年で身長150センチくらいの時に大人の私よりリーチが長かった。指の力が強くて登るのが早いから、まるで猿のようというか、 あの長い手は間違いなく武器になっています。勝井さん、脱力系クライマー、と言われる。最後のリードでは最終8人目に登場し、序盤は力を使わず落ち着いた様子で登っていた。ミスが許されない中、金メダル獲得に85.9点が必要なところ、80点のホールドを前に落下。76.1点にどまった。 安楽は、リードは中盤のパートの動きがぐちゃぐちゃで、危なっかしいことばっかして結局落ちてしまったのが原因、と分析した。あくまで私の意見ですが、と勝井さんがこう指摘する。金メダルへの課題は明白です。後半のリードラウンドで、脱力しながらゆっくり時間をかけてクリアしたところがあったんですが、力を入れてでも素早く通過しないといけないパートでした。 最近は筋力トレーニングもやっているようですが、まだまだ足りないし、体作りもこれからの選手。脱力系という彼の白名詞がなくなった時、金メダルが見えてくると思います。安楽には中一の弟がいるという。中一の頃の空とは線が細かったけど、弟の方はすでに筋肉があって、二の腕も太い。 有望だから、そのうち出てきますよ、勝井さん。近い将来、安楽兄弟の時代が来るかもしれない。日本勢が各競技でメダルを量産し、大いに盛り上がっているパリ五輪ところで、多くのアスリートが過ごす選手村で、今大会では一体何万個のヒニングが配布されているのか。オリンピアンが語った選手村の衝撃の実態とは、 どのようなものなのか。黒丸関連記事、もっと読む、では、それらについて詳しく報じている。